皆さんこんにちは、斉藤千春さんが羽鳥慎一モーニングショーを降板した理由はなぜでしょう。番組降板が単なる番組移動ならいいのですが、斉藤千春さんは小林弘樹さんとの破局後にすぐ現在の彼氏と付き合っているようなので、そのあたりが原因だったりするのかもしれません。今回は斉藤千春さんの羽鳥慎一モーニングショー降板理由について、現在の彼氏との結婚や小林弘樹さんとの破局をまとめてみました。斉藤千春アナは国民的人気アイドルグループ乃木坂46の元メンバー、入社初日から朝の情報番組羽鳥慎一モーニングショーのアシスタントに大抜擢され、乃木坂時代からのファンは再び彼女の姿が見れて歓喜の声を上げていました。またネット上には視聴者から、しーちゃんめっちゃ可愛い、モーニングショーの女子アナが可愛い、斉藤千春アナがクソ可愛いなどの声も寄せられていました。まず斉藤千春アナウンサーの経歴は、埼玉県さいたま市、2歳から6歳くらいまで所沢市出身、子供の頃から芸能活動をしており、花王のテレビコマーシャル、マクドナルドの CM、島次郎のビデオ、ディズニーの雑誌など人気子供モデルとして活動。小学校高学年にはティーン誌ニコプチに読者モデルとして掲載されています。そして埼玉市立与野東中学校3年時の2011年8月に秋元康プロデュースの乃木坂46の第1期生オーディションに合格しています。その後2014年10月8日にリリースされた10枚目シングルの何度目の青空かで初の選抜入りを果たしています。現役1期生メンバーの中で最も遅かった2015年3月13日には、自身のブログで高校日の出学園高等学校、現目黒日本大学高等学校を卒業したことと、明治大学文学部文学科演劇学専攻に進学したことを合わせて報告しています。では斉藤千春アナの家族のエピソードなどを簡単にご紹介します。父親は日本の社会人アメリカンフットボールリーグ X2 リーグのバーバリアンで、現在も現役でクォーターバックを務める斉藤信明氏。母親は大学時代のチームマネージャー。さらに父親の叔父は元サッカー日本代表、メキシコ五輪サッカー銅メダリストの鈴木亮三氏。また斉藤アナもアメフト好きを公言しており、2015年の J-WAVE 第49回 NFL スーパーボールにコメント出演したことがあります。妹の斉藤マリナはモデル、マルチタレントとして活動。大学時代には関東 SGA スッピンガールズアンバサダー4期生、2019年9月11日に開催されたミスキャンパスコレクション2019東京ファイナルでグランプリに輝いています。そんな中2017年12月16日芸能ニュースサイト週刊女性プライムが、国民的アイドルグループに所属する S がキー局から内定が出たと報じ、さらにそのアイドルグループからは2人目だと報じています。その報道を受け、12月21日の日刊サイゾーではこのイニシャル S のことを乃木坂46のメンバー斉藤千春さんのことだと推測しました。さらに週刊女性プライムではキー局とだけ報じ、どこの局までとは書かれていませんでしたが、内定が決まったのはテレビ朝日だと伝えています。ネット掲示板2チャンネルでは、斉藤千春さんが今年6月11日に行われたテレビ朝日のアナウンサー志望者向けセミナーアナトーク2017に参加していたという書き込みがありました。その日はちょうど乃木坂46の握手会の日でしたが、斉藤千春さんは欠席、運営側は学業を理由に欠席したとしましたが、
どうやらそのセミナーに参加していたらしいです。そして2018年5月20日、斉藤千春さんは静岡県富士市でのコンサートにて乃木坂46卒業およびテレビ朝日アナウンサー職内定を発表。オフィシャルブログにて同年7月16日の個別握手会をもって乃木坂46としての活動を終了することを報告しています。そして入社1ヶ月前の2019年3月1日、各メディアで斉藤千春のテレビ朝日入社が報じられ、さらに退社する宇賀夏実アナの後任として4月から羽鳥慎一モーニングショーのアシスタントに就任することが報じられています。アイドル出身ということでどうしても色眼鏡で見られがちですが、彼女の場合は上品で声に落ち着きもあり好感度は高かったようです。2年目の2020年4月7日からはバラエティ番組林修の今でしょ講座の進行役を務めています。同年10月27日発売のフラッシュグラビアインタビュー記事が掲載されています。3年目の2021年4月4日からは日曜夜のバラエティ番組何これ珍百景の進行を務めています。2021年4月4日放送のテレビ朝日系バラエティ番組何これ珍百景では今回からアシスタントを入社3年目の斉藤千春アナウンサーが担当。また同年7月21日から新型コロナウイルス感染のため担当番組を休養。8月9日の羽鳥慎一モーニングショーで復帰しています。4年目の2022年4月4日からは朝の情報番組グッドモーニングを担当しています。そんな斉藤千春アナは現在結婚しておらず独身。2022年2月4日には文春オンラインが限界を言えデート二股報道を乗り越えたテレ朝アナウンサー斉藤千春が通うジャニーズ系新恋人のマンションと題して現在交際中と思われる男性とのツーショット写真を掲載しています。記事によるとその男性のマンションの前でお家デートを終えた斉藤アナは男性に鍵を手渡し一緒に台通に向かって歩いていき、大通りに出る手前で別れタクシーを拾って自宅へ向かったということです。またお相手の男性は斉藤アナの1歳上の会社員の一般人であり、身長170センチメートルほどの桜井翔と村上信五を足したようなイケメンと伝えています。また交際期間はまだ1ヶ月ほどであり、週に2、3回ほどは生放送の後に彼の家に通っているということです。また2021年4月16日にはフライデイデジタルが元乃木坂46テレ朝斉藤千春アナイケメンと昼下がり焼肉ランチの一部始終を撮った表参道の人気店を2人で訪問と題した記事において男性とのプライベートでのツーショット写真が初めて掲載されています。その2ヶ月後の2021年6月9日には再びフライデイデジタルがテレ朝斉藤千春アナが TBS イケメンアナとお泊まり合いと題した記事において TBS の小林弘樹アナウンサーとのプライベートでのツーショット写真を掲載しています。その2日後の2021年6月11日にはフライデイデジタルが斉藤千春アナと熱愛の TBS イケメンアナに二股交際疑惑と題した記事において小林アナの二股疑惑を報じています。 TBS とテレ朝のアナが熱愛、世話になった先輩を自宅マンションに呼んでおきながら3時間も部屋の外で話しただけと語った小林アナ。ちなみに小林アナのマンションにラウンジはありません。この言い分を斉藤アナはすんなりと受け入れるのでしょうか。また同日配信の東京スポーツテレ朝斉藤千春アナダブル二股騒動の顛末恋人アナは別の黒髪美女とによると、先に報じられた
外資系のエリートサラリーマン風の男性も小林アナと同一人物であることを伝えています。ですがこれにはオチがあったのです。実は目線入りの男性こそが小林アナだったのです。その後斉藤アナは特にこの件について言及していませんが、小林アナは同月13日のアッコにお任せ共演者のお笑いコンビノンスタイルの井上雄介さんから、小林くんなんかモテモテ写真撮られてたよねと突っ込まれ、お騒がせして大変申し訳ございませんと神妙な面持ちで謝罪をしています。そして斉藤千春さんは羽鳥慎一モーニングショーを2022年3月いっぱいで降板することになりました。斉藤千春さんのアナウンス力には定評があっただけに、ファンは驚きを隠せなかったようです。テレビ朝日の局員の間でも斉藤千春さんの降板は驚いているということです。ではなぜ降板になったのか、理由はなぜでしょう。斉藤千春さんといえば元彼が小林弘樹さんだったことは有名ですね。ところが斉藤千春さんと小林弘樹さんの交際が発覚した2日後に小林弘樹さんの二股交際が報道されています。この報道を皮切りに、出るわ出るわ交際していた女性たちの数がすごかった。小林弘樹さんの二股交際は交際していた女性たちの証拠画像や証言によりついには6個交際まで発展しています。小林弘樹さんのイメージは失墜し、赤坂のドンファンとまで言われておりました。こうなると斉藤千春さんばかりか、局もたまったものではありません。小林弘樹さんにもてあそばれたとネット上でも同情の声が上がりましたが、テレ朝にとっては斉藤千春さんは朝の顔でございます。おまけに小林弘樹さんは他局の TBS のアナウンサーだったことから激怒した幹部もいたようです。でもって小林弘樹さん2022年7月末で TBS を退社することになりました。斉藤千春さんにもそれなりの影響があったのかもしれません。ネット上でも自分で撒いたあの問題があるから異動に耐えられなった結果なのではと噂されています。また斉藤千春さんの羽鳥慎一モーニングショー降板理由は現在の彼氏と結婚という噂もちらほらあるようです。小林弘樹さんの6個交際で破局となった斉藤千春さんは人気回復のために早く新彼氏が欲しいと願っていたことが報道されています。斉藤千春さんはもともとアイドル時代を経験しており、恋愛禁止だったことから昔の分まで遊びたいともコメントしていたそうです。斉藤千春さんが肉食系だとすると、羽鳥慎一モーニングショーの降板理由は結婚の準備だったりすのかもしれません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。